海洋放出が始まって1ヶ月となる福島第一原発のアルクス処理水、これまで4回にわたり海水調査が行われているが、いずれもトリチウムは検出下限を下回った。トリチウム以外の放射性物質濃度も国の基準を大幅に下回っているが、中国はこの海洋放出に反対。 SNS 上でも科学的事実に基づかない誤った情報が拡散されている。日本産の水産物は禁輸、漁業者への打撃も懸念される中、調べ編集部が全国10から60代男女1000名を対象に福島県などの海産物について調査したところ、積極的に買って応援が 19.3%、 少しは買って応援したいが最多の 63.3%、 中国の世論とは大きく異なり、8割以上が応援したいと考えていることが分かった。世代によってややばらつきも見られるが、積極的にと答えた人は60代が最多の 26.1%、 50代が 13.2% と最も少なかった。ただどの世代も圧倒的多数が科学的根拠のない風評に流されることなく、漁業者に対して自らができることを考えているようだ。他にもいろんな調査を調べがコツコツやってます。サイトにアクセスしてね。